私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。高松信和、芸人引退の意向とその理由。篠宮聡は、大林平蔵のリズムネタで仕事を増やすが、これは、オジオズボーンのボケ担当篠宮聡さん39の YouTube チャンネルで発表されたもので、YouTube で初めてコンビが揃い、冒頭で年内の活動をもってコンビを解散することを発表し、続けて高松真一さんが自らの口で芸人引退を報告しました。松竹芸能所属のお笑いコンビ、オジン・オズボーンのツッコミ担当高松真一さん41が芸人引退を宣言し、コンビ解散の方向で話が進んでいることが分かりました。当初は昨年に芸人を引退しようと考えていたそうですが、1年前に篠宮聡さんからキングオブコントへの出場を目指そうと言われ、それに向けてコントのネタ作りにも励むも満足のいくネタができず、高松真一さんの中ではここが芸人としての限界かもしれないと感じたとのことです。高松真一さんは芸人引退を決意した理由について、いっぱいやりすぎる。いろんなことがあって辞める。5年前ぐらいから芸人という仕事に対して自分的に魅力をだんだん感じなくなってきた。などと説明し、7月2日に電話で篠宮聡さんに芸人引退の意思を伝えたと言います。また、篠宮聡さんがよっとこのお面をつけたキャラクター、大林ひよと子のリズムネタで注目を集め、ピンでの活動に時間を取られていたことに対しても、もやもやした感情があったと告白しています。こうして芸人引退を決意したという高松真一さんに、篠宮聡さんは、芸人としての肩書きは残しつつ、新たな仕事を始めてもいいのではと提案しましたが、これに対して高松さんは、もともと器用な人間じゃない、から、どっちもやるってできない。プラスその状態ということは、もう芸が磨かれることはない。落ちることはあっても、それを思ったら、中途半端になる。ここは、きっちり決めた通りに、と語っています。それでも、篠宮聡さんは、仲が悪くて解散するわけではない。高松のことを好きではないし、仲良しという気持ちは、さらさらない、とした上で、俺個人としてはやめてほしくはない。もったいないから。それは自分の星もあるけど、客観的に見てももったいなさすぎる。この年末までやる就活の中で気持ちが変わらなければ、そのまま辞めたらええ。やっていく中で、心境にちょっとでも芸人を続ける気持ちが芽生えればいい。その気持ちもありつつの配信活動で俺はやっていく。それに対してお前は何も言わなくていい。と語り、これから相方を追った配信を毎週行う考えを明かし、年末には新ネタの解散ライブなどを開催する予定としています。気になる芸人引退後の活動は、まだ具体的には決まっておらず、模索中、とし、世の中転職する人もいっぱいいる。それみたいなもん。芸人辞めて違う仕事をするだけ。金の話じゃない。モチベーションの話。と語っています。そして、高松真一さんの芸人引退、オジン・オズボーン解散発表を受けてネット上では、めっちゃショック。オンバトの頃から好きだった。コロナで営業とかも減って大変なのかなから、松竹というクレイジートレインから不利単価。最近は篠宮のピン仕事くらいしか名前聞かんかったしな。篠宮って、あんなしょうもない芸に身を売ってええんか。相方やる気ないんやな漫才良かったのにもったいないわ。ひよと、この方は漢字とかひよとことか頑張ってるね。熱量に差が出たのかな。ひよと、こうやり出して南原さんに何度も呼ばれるようになってから薄々そんな気はしてた。などの声が上がっています。2001年からネタ見せ番組、爆笑オンエアバトル、NHK に出演し、17勝7敗ゴールドバトラー認定の好成績を残して人気知名度を上げ、2005年には、オリエンタルラジオやハリセンボンなども出演していたコント番組、10カラット TBSK のレギュラーに選ばれ、活動拠点を東京に移しました。
篠宮悟さんと高松真一さんは松竹芸能の養成所で出会い、1999年にコンビを結成し、同期にあたる芸人は南海キャンディーズ、キングコング、ピース、平成のぶしこぶし、オードリー、ナイツ、アンガールズ、などです。それ以降は様々なバラエティ番組のほか、M の1グランプリやキングオブコントなどのお笑い賞レースにも出場し、いずれも準決勝進出が過去最高成績となっています。そして少し前から篠宮悟さんがピン芸でお笑い番組などに出演する機会が増え、これによってコンビの活動は減少し、高松真一さんの姿を見る機会も減っていましたが、芸人引退によるコンビ解散には少し驚きました。高松真一さんは5年ほど前からしんどいと感じ、篠宮悟さんにも SOS を出していたそうで、高松さんはプライベートで2014年8月に年下の一般女性と結婚するも、詳しい理由は不明ながら2018年7月にスピード離婚しており、仕事やプライベートで様々な悩みを抱えていたのだろうと思います。篠宮悟さんより2歳年上の高松真一さんは2020年に40歳となり、将来のことなどを考えて辞めるなら今だと思ったのかもしれないですね。コロナ災いになって以降、お笑いライブや営業の仕事などが激減する中で、今年に入ってからも2010年結成のピスタチオ、2009年結成の後ろシティなどのコンビが解散しています。解散の理由は様々ですが、かつてテレビで見ていたコンビが解散してしまうのは寂しいものです。オジー・オズボーンの場合は、高松真一さんの気持ちが今後変われば活動継続となるようで、高松さんの言動を見る限り、現時点でその可能性は低そうですが、年末に予定している解散ライブまで全力でお笑いに取り組み、また新たな面白いネタを見せてほしいですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。